はい、まずは南東にやってきました。今日は土曜日なので全てのお店がクローズしています。これはですね、グレインエレベーターです。とても絵になります。はい、キャンプ場にやってきました。今日はここで一泊します。おはようございます。2日目の朝です。今日はですね、これからウォータートンレイクに行こうと思います。ここからの距離はですね、164キロです。約1時間半かかります。でっかいから大変ですよ。今ですね、ハイウェイ2号線を南へ向かっています。今日もいい天気なんですけれど、結構湿度が高いんですよ。空は真っ青という感じではなくて、少し白っぽいですね。だいぶ運転慣れてきましたよ。でもね、この車で120キロ出すとかなり怖いんです。はい、ルックオフがあったので立ち寄ってみました。はい、キャンプ場に着いたらまず行うのがですね、この電気のコードを接続するんです。はい、まずここ開けます。そして差し込んで少し回転させるんですよね。これでロック。そしてもう片方の方をですね、これ蓋を開けてここに差し込みます。これで OK です。次はですね、水のホースですね、ここから取り出して、これがね、結構難しいんですよ。はい、これで大丈夫です。はい、もう片方の方はここと接続します。そして栓を開けます。次はですね、汚水のホースをつなぎます。ここをまず開けまして、手袋を取り出します。はい、こんな感じですね。汚水のホースはですね、ここに入ってるんですよ。で、下に取り付けます。もう一方の方をここに入れます。これがね、伸びるんです。これ蓋はですね、外れないような重しになります。はい、こんな感じで汚水のホースが結ばれました。こっちの黒いレバーの方はトイレになります。ここをですね、引いて汚水を排出するんですけれど、今はまだやりません。明日の朝やります。このグレーのレバーはですね、生活用水になります。キッチンとかシャワーですね。これはですね、今このように引きます。ほら、もう今流れてますよ。少し溜まってたんですよね。で、この状態でいいと思います。はい、これでどんどんと水が使えるようになりました。で、手袋はここにしまっておきましょう。はい、これで完了です。はい、ではですね、写真撮りに行こうと思います。街中まで結構距離あると思うんですよね。まあ、歩いていくしかしょうがないですよ。もうセットしちゃいましたから。結構トレーラーが多いんですよね。ピックアップトラックで引っ張ってくるんです。このくらいが使いやすいですよね。でも今のサイズでも日本では牽引免許いるんですよ。まあ、でも真剣に免許取ろうかなとは思ってるんです。もうあれバスですよね。あれ、スマホ持ってきたかな。スマホありました、ありました。スマホいつも忘れちゃうんですよね。地図を確認しないといけません。さて、街はどうやって行くんだろう。こっちかな。結構ね、キャンプサイト大きいんですよね。
急に雨が降ってきました。土砂降りの雨ですね。雷もすごいです。いや今日はねかなり暑かったので夕立来るだろうなと思ってたんですよ。